SB 本引きカレー。なるほど、これはスパイスだ。クミン、コリアンダー、カルダモン、クローブ、ターメリック、ジンジャー。スパイス、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 スパイス。初めてのうまさと香り、まさにスパイスを食べるカレー。一緒にどう？ SB 本引きカレー。お昼何食べたい？え、おいしいもの？手羽先と本引きカレーあったよね。そして揚げる。パウダールーっていろいろ使えるんだよね。出来上がり。どっちにしようか。 SB 本引きカレー。 SB 本引きカレー。なるほど、これはスパイスだ。クミン、コリアンダー、カルダモン、ジンジャー。スパイス、スパイス、スパイス。初めてのうまさと香り、まさにスパイスを食べるカレー。一緒にどう？ SB 本引きカレー。あ、おかえり。お腹すいた？すぐ作るね。鶏肉と玉ねぎしかないけど、でも本引きカレーがあれば。どう？すでにうまそうでしょ。今日はどういう日だった？なんて話してるうちに出来上がり。おいしいよ。 SB 本引きカレー。カレー食べたい。カロリー気になる？だよね。でもこれなら大丈夫。ここで本引きカレー。とっても美味しいのにカロリー控えめなんだって。お待たせ。 SB 本引きカレー。考えながらとか言う話。スパイシーでしょ。うん、美味しい。とっても美味しい。でくちゃんだってかこの手が落ちる。多分今まんま入れ前からで、現場プレイバック検証中です。これ OK で、ちょっと間を空けて。カレーだけにね、使っていけば。ネモさん、カレー麺に美味しいぜ。すみません。あるさ。自分がこう本当に目の前で起きていることに反応して、本当に実際自分が動くような動きとか、その声の出し方とか、そういうのは意識しましたね。あの、見てくださる方にあ の日常にこう寄り添えるような CM になったらいいなって思いでやってました。すごい美味しかったです。スパイス本当ガツンとくるし、漂うというか香りがするじゃないですか。その香りもこのスパイシーさというか、うん、だからで一口食べても鼻から抜けるスパイスの感じというか、すごい美味しかったです、うん、結構食べました。新しい環境に身を置くことが結構増えてきたんですよね。例えばあんまり今まで自分でやったことなかった時代劇だったりとか、なんかそういうのはすごく刺激的な日々になるだろうなっていう楽しみはありますね。この酒焼きを作ったこともないし、この例えば刀刺してとかっていうのも初めてなんで、それはすごく楽しみだなと思いますね。こう日常に寄り添うような素敵な CM になってると思います。映像からでも香りが漂ってくるような、素敵な美味しそうな CM になったと思うので、ぜひ楽しみにしてください。